津市の前場康之市長はきょうの会見で補助金の詐欺容疑で逮捕された自治会長の依頼で市の職員らが自宅周辺の掃除や飼い犬の散歩などをさせられていたとの調査結果を公表し抜き差しならない関係にあったと述べました。津市愛生町の自治会会長田辺哲次容疑者は 自治会の掲示板設置工事をめぐり嘘の領収書を提出し市から補助金13万円を騙し取った疑いで先月逮捕されていますまた、土によりますと田辺容疑者とのトラブルによって退職に追い込まれた職員が複数の幹部職員が自治会長への利益供与をしている事実があると市の人事課に伝えていたということで市は調査を進めています